どうも、ファーブルです。ファーブルです。今日はですね、去年、はい、手長エビを取った場所に来てます。はい。でね、ちょっとここで手長エビと、なんだ、うなぎ、ナマズを狙っていきたいと思います。まずはちょっと手長エビね。そうですね。ちょっと最初がまず一番肝心なので。そうです。最初で一回照らしたところにもう出てきちゃうんで、もう逃げちゃうんで、最初の照らした瞬間にいたその手長エビを早く取らないと。そうね、一回散っちゃうとね、もうね、うん、なかなか戻ってこなくなっちゃうんで、最初が一番肝心っていうのを覚えていってください。まずっていうか、いる？いや、なんかパッと見いなさそう。いないかな。去年ね、ここでめちゃくちゃでかい手長エビ取ったんですけど、なんかちっちゃい魚いるんですけど、これでいない？いない。あと結構水が流れてますね。前一回照らした時だいぶ水が流れてる。あ、ちっちゃいエビはおるけど、あれ手長エビなんかな。え、ほんとめちゃくちゃちっちゃいエビ。あ、おったおったおった。え、手長エビ？手長じゃないもんね。なんだい、手長？手長なのか。手長でやってくれ。手長なんだな。ちょっと待って、一気にバスッと。久々にこの手長を見た。これは手長エビですね、多分。ちっちゃいけど手長エビだ。そう、多分爪が、手があんまりないので、多分これはメスの方ですね。メスの方の手長エビです。メスの方の手長エビは手がすごくちっちゃいと思います。ちっちゃいけどゲットね。はい。おお、逃げる逃げる。あ、おお、カニカニカニ、カニ、びっくりした。カニがおった。オッケー、めっちゃ跳ねる。カニが足に登ってくる。ちょっと待って、アゴに入れもん。ちょっと、よっしゃ、よし。ちょっとじゃあうなぎ用の竿も投げていきます。ちょっとアゴにカメラ託すわ。はい、これドンコみたいな。ドンコね。なんかハゼっぽくない？ハゼっぽいな。ハゼじゃんこれ。ハゼですね。これ持って帰ろうよこれ。はい、ハゼもゲットしました。ちょっとね、本当は小さいんで、リリースする？どうする？じゃあリリースしようか、小さいんで。はい。じゃあハゼですねこれ。いきたいと思います。すごいハゼや。ハゼもちゃんといるんだ。うん、はい。じゃあリリースで、ちっちゃいんで。じゃあバイバイ。ゲットできた。ゲットできた。取れた。取れた。おお。あ、入っちゃう。何。よし。まあちっちゃいけど。ちっちゃいけど、まあゲットね。ちっちゃいエビ。ちっちゃいエビだけなら取れる。はい、じゃあね、はい、うなぎ仕掛けとしては、ちょっとワイヤーハリスにドバミミズをつけて、はい、ちょっとぶっ込みます。ぶっ込みます。じゃあちょっとこれを。あ、おるおるおる。取れた取れた。おお、取れました。順調ですね。はい、順調だけどちっちゃい。ちょっともうちょっとサイズ的にはあれかな、今から大きくなっていくのかも。はい、ちょっとあんまり取りすぎてもあれなんで、まあそうだね、ちょっと小さすぎるのはちょっと逃がした方がいいかもしれん。やばいやばいやばい。ゲットした。まあ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 の大きさの、まあ、まあまあまあ、でも手は結構でかいです。ほら、ちょっと映すの難しいけど、まあ、手が
結構デカめの、多分オスの子供とかでしょうね。ほら手が見えますか。ほい、取れたー。ほい、失敗。どうだ、いない、こっちいない、パッと見いない、よく見たらいると思う。虫が、あ、虫やばいな。あ、げんね。あ、おるおるおる。あ、おる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 。逃げられる逃げられる。あ、逃げられた。くそ。っていうか虫やばいな。虫が本当に嫌だ。うわ、見に見に。なんか向こうよりこっちの方が虫多くない？あ、多い。この虫がずっとついてくる。こっちは。あ、おろおろ、あ、隠れた。一回隠れられたら出てくるわね。隙間に入っちゃうんだよね、この岩場の。手長エビはよくこういう隙間などに隠れて。あ、おろおろ、あれでかい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 。はいはいはい。取れた。でかい。おー、でかい。これが手長エビです。これがもう正真正銘手長エビ。名前の通り手が長くて美味しいエビです。よし、入れよう。気をつけて。失敗。いや、失敗じゃない。あれ？いや、失敗。失敗。これが本当の。ああ、魚が取れた。ハゼっぽい。魚取れた。ちっちゃい。おお、でかいじゃん。結構、結構でかめな、まあ、魚です。この隙間におらん。隙間ってこの辺なんかさっき動いて、うん、自分ここら辺見えたんだけど、このブロックとブロックの隙間に入っちゃうんだよね。完全に奥にいる。あ、なんかこれ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 。あ、いや、これ取れないんじゃない。これは何の稚魚？稚魚じゃない。これうなぎっぽくない？うなぎか。あれ、どこ行った？あうなぎつかみ選手消えた。ちょっと竿がなんかかかってるかもしれん。竿を戻ろう。心配。はい、ちょっと重い気はするけど、ちょっと手応え引きはない。草っぽい。そうです、草がついてると思います。草木の枝。はい、釣りの方はですね、竿3本体制でやってるんですが、ちょっと餌は取られるんですけど、外れてるのかな、反応がないです。いやー、ちょっと時間的に遅いかな。うなぎはね、日没後2時間ぐらいがいい見たらしいんですけど、もう今ちょっと10時回っていて、ちょっと時間的に遅いかな。手長エビは取れたんですけどね、うなぎは空振りに終わりそうです。ちょっともう15分ぐらい粘っています。来てないと思うけど、木の枝かな。またちょっと重いですね。違うな、これ。引いてると多い。引いてる。なんかかかってる。と多い。わー、やったー。
うなぎだ、やった念願のうなぎです。ちょっとちっちゃいけど、うなぎだよね、アナゴじゃないよね。うわ、やったやりました。ちょっと青くん呼んでこよう。青くん、青くん、カゴ持ってこれる？釣れました。おー、ちっちゃいけど、これアナゴじゃない、うなぎだよね。うなぎっぽい。やった、いや、ゲットです。ついに初めて、ついに、いや、苦節1年か。結構ね、ボツになったやつもあるんですよね、釣れなくて4回ぐらいかこう。やった、ちょっとちっちゃいけど、まあ正真正銘うなぎです。はい、あー、もう1匹釣りたい。1匹釣ると、あ、来てないっすね。はい、ではね、うなぎを取ってきてから2日経過しました。うなぎはポンプで、生かして泥抜きをちょっとしました。まあ、本当はもうちょっとした方がいいのかな。で、今からうなぎを、ちょっと締めていくんですけど、まず氷水を準備して、その中に入れていきます。うわぁ、暴れる暴れる。ちまどばー。うわ、やばい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 、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、よし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 、うわー、逃げるね。ちょっとストップ。よし、サイト捕まえました。はい、暴れてる。うわー、逃げちゃった。ツンパン、タン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 、カンタンタン。うん、これ音。うわー、ヌメヌメしてんじゃん、めちゃくちゃ。あー、すごい。尻尾が出てきた。よしよし、よしよし、押さえて締める。ちょっとこの上からラップをやって、あれだな、うん、飛び出んように。あ、ちょっと落としたのか。よし、ちょっとこのまま、はい、氷に締めます。締めましょう。はい、ではね、ある程度仮死状態になったうなぎを、ここの頭のところの根元ですね、ここでちょっと切って締めていきます。あー、ちょっと片手じゃやりにくいな。一回動画撮ります。はい、ではね、ここの今頭のところを、ちょっと切りました。で、これをちょっとね、ぬめりを取るために、熱湯をちょっとかけます。まだ生きてるね。じゃあちょっと熱湯を何秒かかけます。まだ生きてる。動いた、復活した。よし、これで体のぬめりを包丁で取っていきます。でね、ちょっと今包丁で、体のぬめりを取っていってます。あー、復活した。これが包丁についたのがこのぬめりですね。これがやっぱ臭みの原因になるんで、これをしっかり取ります。はい、じゃあね、ある程度ぬめり取りました。で、本当は目打ちをして固定してから包丁でこうさばいていくんですけど、残念ながらうちは木のまな板がないので、ちょっとノー目打ちでやっていきます。なので、この背中のところからこう開いていって、ちょっと、開きますね。ちょっと一旦カメラを置きます。
はい、じゃあね、今開いたんで、この真ん中の骨を、取っていきます。まだ尻尾がうねうね動いてます。はい、ではね、なんとか中骨取りました。うわー、もううなぎはちっちゃいんでね、中骨取ったらだいぶちっちゃくなりました。裏こんな感じですね。まあうなぎっぽいですね。じゃあこれ焼いていきます。で、青くんがこの内臓の中になんか寄生虫っぽいも発見しました。これ寄生虫ですね。リボンちゃんも見てます。リボンちゃん、どう？うなぎ食べたい？食べれません、君は。今ね、焼き始めて2分ぐらい経ったんですけど、めっちゃ縮んできた。これもうめっちゃ縮むんじゃない？よいしょ。あー、やばいやばい、折れる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 。よいしょ。ちょっとタレをね、塗っていかないといけない。これでまたちょっと焼いて、ひっくり返して、またタレつけてっていうので、タレをちょっと重ね塗り何回かしていきます。はい、いい感じにできてますね。ちょっとあんまりやると焦げたらまずいんで、貴重なうなぎをね。うん、もう一回、あー、いや焦げてないか、皮か。うん、びっくりした。ちょっとなんか黒くなってるなと思って、皮だな。よかった。じゃあこれもう本当に、あとこれで塗って。何それ？うなぎ。うなぎ、何それって。これうなぎだよ、あれ。いや、こんだけ小さくなったんだよ。いや、塗ってるのを。あ、塗ってるの、タレ、タレ、タレ、うん、どうの、タレ舐めて。塩、ね、甘い。塩じゃない、醤油だ。醤油か、うん、よし、もうすぐ完成です。じゃあね、手長エビとこのどんこかなは天ぷらにしていきます。ここで揚げていきます。はい、完成。おー、今回これ高級じゃない、手長エビとうなぎ、うまいのが全部揃ってる。いやー、でもめっちゃ縮んだ。うん、うなぎね、めっちゃ縮んだな。一匹で、こっち手長エビと、ハゼ、ハゼじゃない、どんこみたいな、うん、ね。はい、じゃあ、はい、うまそう。じゃあまずはこっちの手長エビ、手長エビからちょっと。ちょっとね、マキシマム、あの品切れになってたんで買ってきたんで、あ、じゃあこれもマキシマム振った方がいい。別に箸で食べなくてもいいと思う、うん、これは箸で食べなくていいわ。うなぎは箸で食べなくていい、うん、はい、それは手でいいよ。はい、どうぞ。これです。味付けなしでいただきます。え、味付けしてある？してない。じゃあこれいただきます。そう、一回食べてみよう。うん、普通にうまいね。うまっ、うまっ。あ、見て、中身。久々かも、1年ぶり、うん、1年ぶりじゃないか、半年ぶりぐらい。中身すごい、超うまい。エビじゃん、エビだね。普通のエビより断然にうまい。ちょっと待って、マキシマム、マキシマム、ちょっとこれ開けたばかりやけど、ちょっとこれ、これでちょっとごめん、蓋が今取れないから。はい、うますぎる。このもう手長エビがもううまい。中の味噌、中身詰まってるね。うん、手長エビってなって、うん、うまっ、うん、これうますぎ、うまっ、うますぎて目がパッチリしちゃう。リアルカッパエビちゃん。カッパエビそれより何倍もうまいよこれ。うん、そう、うますぎて何個でも食べれますね。まあね、これはね、食べたことあるんで、うん、まあ分かってるんで、うん、魚の方は青くん、ちょっとエビは一旦ストップ。ちょっと骨があるかもしれない、それ気をつけた、うん、じゃあ頭からこの魚いただきます。うん、これもすごい揚げたてでホクホクしててカリカリです。うん、うまい。魚もまあ、魚はね、はい、じゃあ、うん、うな丼。
回これを振ってもう早く大切なうなじだなんかもうちょっと綺麗に食べてくれなんかもうぐちゃぐちゃあ、ねえ食べてよ、光くん、ちょっともうこっちに持ってって、ね、はい、食べてだって食べられないもんご飯食ってんじゃんうなぎ食ってる、うなぎ、じゃあ、ちょっと骨気をつけてね、一応取ったけど、じゃあこれ、ちょっと米がいっぱいついちゃったんですけど、はい、じゃあこれ、いただきます。うまっ、うまい、ちょっと食べさせて、うまいしか言えない、うまいしか言えない、うん、うまい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 、念願の、ちょっとじゃあ食べさせて国産の、マジでうまい、もうやば、うますぎじゃない、これさすがうな重、うますぎる、やばい、今までの中で一番美味しくない、うまい、うますぎる身ちょっとだけだけど、うまい身ちょっとでもすごすごまやばい、これうまい、これはもったいなすぎる、ちょっとこっちは一旦ストップ、うんうんうん、こっちの残りの方食べる、ご飯いや、これはね、いや、国産うなぎなんてもう、うん、久々に食べたかもしれない、うますぎじゃない、これはね、ご飯と合ってて、で、すごいタレとめちゃくちゃ合ってて、まあ、タレの力もあるかもしれない、タレとご飯がめちゃくちゃ合って、で、さらにもううなぎがうますぎる、めっちゃうまい、普通の魚と比べて、うん、身がもうそれともなんかもうトリップしてるけど、目がもうちょっと映せんけどさ、もう目がより目になってる、ちょっとこれはね、また釣ってでかいやつ食いたい、うん、このこれは、ね、ちっちゃいの1匹だけだったので、これはぜひ今年の夏もう一回リベンジして、ヒカル君止まってるけど、うますぎる、大丈夫、うん、いやこれはねやばいもう破壊力すごい、このうなぎは、じゃあね、皆さんもね、ぜひ今年の夏はうなぎを捕まえて釣って食べてみてくださいと、ね、なかなか釣るの難しいかもしれんけど、ミミズでね、川に投げ込んだら釣れるんで、あと、うん、まあ漁業権とかかかってるんで、そう、ちょっとそこは気をつけてください、気をつけてください、はい、じゃあバイバイ、バイバイ。